今週のももクロちゃんとは、30歳になった時にビラーッとなくなって、レギュラー12本からゼロ。だから森脇さんに訪れた復活の天気とは、黄金天使出た、黄金天使。当時のスタッフと19年ぶりに再会。これ森脇さんをオファーされたっていうのは何か理由があったんですか？気になる続きは土曜日のももクロちゃんと。